どうもこなまるでです聞いたのです今日は「ケプラーの和田だ」のティーザー1が出たのでそちらの話をしていこうと思いますそもそもケプラーがちょっとね久々に取り扱う感じでねまあコロナだったりいろいろあったけどやっとねやっと動きが出た嬉しいねねやっぱり曲が出るっていうのは嬉しいよねこのワダダね「和田だ」ねこんな曲だと思ってなかったからそもそもその「和田だ」えっ和田だとは思ってたわけよタイトル見た時にね うん、確かにねちょっと謎,謎が多かったよね。でなんかさなんとなく IZONE の後継者だと勝手にさ思ってたところがあってそうなんか可憐な感じかなみたいなまあ宇宙っぽい不思議のなんか綺麗な可憐なコンセプトかなって思ってたけどうもうなんかもうパッパッパーッ。<laughs> てててててててみたいな。<laughs> そ,そ,そうそう、そうそう。わ、たたたたたみたいなやつね。<laughs> ああ、いや、めちゃくちゃいいよね。インパクトあるよね。うん、なんか最初。なんか大丈夫かなってちょっと思ったんだけど、正直。<laughs> <laughs> 確かに。ちょっと一緒に再生したもんね。<laughs> そう。これなんかすごい。うん、あ、なんか、うん、うんってなったけど、聞けば聞くほど。なんか中毒性がすっごい強いじゃん。うん。 そうなんかリピートしたくなるよねそういやでそしてうちら本当に永遠にさっきまでワタダダしてたもんね <laughs> そうそうそう細かく見たからね <laughs> いや本当にねこのティーザー1のもうたった30秒弱でさもう言いたいことがいっぱいあるんですよ。うん、ねえやっぱ。 ややっっっぱぱいいいいいねねねデビューっていい、ね、楽しわ、ね、かるわかるなんかちょっとテンション上がるよねそうやっぱりね MV のティザー出るとやっぱ気持ち的にも感があるよまずまずは曲の中毒性がねもう神曲だなって思ったしまあ衝撃的だったなっていう感じだったかな。 曲まだ全部はまだ全部はそう流れてないからわかんないけど、まあ、この感じだったらもうこのままずっとテンション高い感じなんだろうなという結構癖が強いね。そうだね早く全部聞きたいよねえんかえどういう盛り上がりなの結構盛り上がるここのここのちょっとだけでもかなり盛り上がってるからさずっとこんな感じだから <laughs> ずっとね,<え>ね いいいいなんかいいよやっぱりなんかねゴリゴリのガルクラって感じでもないしやっぱりんか独自性っていうか、まあ、ちょっとキャッチーな感じもあるし王道っぽさもあるしうんうんいやーなんか新たな感じでいいよいいよあとね私はそのね最初に「わたたた」でダヨンちゃんとユジンちゃんがなんか真ん中からファーって外側に行くじゃん、うん、あの振り付けの中かダサ可愛い感じ <laughs> あるあピンクの服で <laughs> そうそうそう歌のお姉さんみたいな感じのさなんか感じすごいいいんだけどわか, <laughs> <laughs> かる2人がなんかパーってカメハメハみたいなキラ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 って出してさ わ、うん、<laughs> かる絶妙になんか面白い感じなんかで、ね、確かに面白ダサ可愛いみたいなこう明るくてねいいのよあそこがなんかいいのよわ、えー、かるわかるわかるいいいいでさあのでさもうダンスシーンじゃんかサビらしき「ダッダッダラの」のうん <laughs> うん,なんかダンスブレイクなんかなうん、うん、でイエソちゃんがあれは最初真ん中でヒカルちゃんがさっと真ん中に変わるけどさもう、うん、みんな顔小さいね <laughs> いや、本当に、いや、これ、やっぱこれ見てほんといいなと思った。なんかそう、みんなスタイルいいし、かわいいし、そう、チェヒョンちゃんのさ、この白いふわふわのスカートで踊る感じもなんかいいし。 あ確かにあんまりないよねこう k p o p のアイドルだとそう,そう,そう,うんねなんかねそ,それもまたなんか新しいなと思ったしこのカットの次にマシロちゃんが「レッゴー!」って言うんだけどあの時のビジュアルのね強さったらないよねいやそうそうそうマジで強いマジで優勝のお顔されてるこれは本当にマシロちゃんってやっぱりね顔が美しいなって改めて思わされるよねうんうんいやそうなんよかったって 思わせられてあのあのワンカットででその後あの最後にみんなでみんなでわだだだするじゃんシャオティンもう何シャオティンすごいね顔 <laughs> もう美しいわ <laughs> かるあの顔シャオティンねガオティンがね <laughs> <laughs> めっちゃ可愛いよてかまあみんな可愛いんだけどそうなんかねシャオティンやっぱ目いくよねまずね てかね。そのさ、そのガのポーズもさ可愛くない。みんなでやる感じもそう。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 なんかいいよね。これあれなんかね。やっぱキラーフレーズっていうか、みんなで真似してね。みたいな感じになるんかな。でも和田だって。何何？結局和田だって何？<laughs> あの金を？<laughs> <laughs> そっちの大御所の方の和田だ。<laughs> そうそうそう鳴らすのは和田だなんよ。<laughs>

なんかね,ねなんだろうねでもなんかさ MV のさそのティザーとか、まあ、コンセプトフォトもだけどなんかちょいちょいやっぱり宇宙観んか UFO が来たよみたいな感じを出してこんなんか外側がめちゃくちゃひ強い光でさん,なんか UFO って大体そうじゃん UFO 大体そうだからなんか宇宙語なんかな <laughs> 分からんけど <laughs> ねえ もうそれか逆になんかあんまりいい意味で意味がないのかそういうなんかキャッチーなフレーズみたいなあでもまあそれが一番そうだろうね、うん、ラタタみたいなうんそうだね、うん、なんか、うん、でもそれがなんかやっぱインパクト残るしみんなで言うことによってなんかあのポーズで可愛いしさ顔でうん,、うん、うん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 もう MV なんか絶対優勝じゃんみたいなそうだって この世界観がフルで見られると思ったらねめちゃくちゃいいよね目膨らむねケプラはまだ今からやっとデビューでさなんかいろんなコンセプトやるんだろうね、うん、これからねいいねいやよかったマジでほんといい意味で裏切られたもんねみんなビジュアル強いし曲も良さそうだしなんかキャッチーな振り付けあるだろうから、うん、見ても楽しめるだろうし、うんうん うん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 かなやっぱり何回も見たくなるっていうのはすごい重要じゃん、うん、なんか一回見て満足みたいな感じの曲もあったりするけどなんかもうこのティザーだけで何回も見たくなったからそうだね実際見たしね、うん、そう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 ,そう <laughs> なんかすごいいい戦略とかすごくいいなと思うしかもさ来年はも2022年はさもう余ゃの戦国時代がさ始まるからさ 今年のね初っぱなはもうケプラーがガツンとねかますんだろうね、うん、まあちょっと SM すごい強そうだけどいやケプラー、ね、<laughs> 負けてらんないから、うん、そうだねなんかそういう差別化っていった意味でもいいねでさらにこのアルバムの「ファーストインパクト」の予約だけど20万枚もさ予約されてるじゃんうんうんうんみたいね,ねで余ャではさこのデビューで20万枚予約は もう歴代1位みたいな、ね、感じだから、まあ、もし、まあ、予約だから実際に売り上げはどうなるか分からんけど、まあ、でもそれに近い数字が出る、まあ、ちょっと下ぐらいかなと思ってもデビューで余ャで1位じゃないかなみたいな1位か2位って感じの可能性が高いんだよね。うんうんうん、ねすごいね。k p o p 第4世代って言われてるじゃん今ここ最近。あ確かにねナムジャも余ャもねケプラーもその一つじゃんそうだから余ャで1位に今のところね踊り出てる感はあるよね。 いやーすごいねえー、なんかオーディションから見守ってきてた身としてはすごいなんか嬉しいし誇らしいね、うん、てかめちゃくちゃ夢あるよね <laughs> いやそうだねそうオーディション受けて頑張ってデビューしてってすごい人生だよ人生 <laughs> いやーほんとこの1年ですごいことになるねちなみにデビューで今の1位が最近デビューした IVE の15万枚ぐらい IVE もねすごいからね ねえいやってことはこの強い新人のヨジャガがドドっと今だってアイブだってさ今月デビューだから、うん、じゃあもう立て続けに2ヶ月連続でもうすごい強いヨジャガがデビューってことだよね。<laughs> いや本当に2022年はもう本当怖いからアイ,アイランド2とかも怖いから。<laughs> <laughs> <laughs> 確かに怖いね SM の GOT だっけ GOT みたいなやつも怖いから、うん、ボア先生が来るから <laughs> なんかすごい布陣で来るもんねスパイムのねヨジャバージョンが来るからさほ本当にでもさすごい盛り上がりでいいよねなんかどこも切磋琢磨みたいな、うん、そうだねでそれぞれ特徴とかもあってさなんかいいよねバチバチする感じがそうでやっぱケプラーもさその代表の1人1組,組だから一体さ すごいことになりそうだね。うん。いやあすごい楽しみだよ。でもさ、その和田ダは曲私結構好きだし、みんなのビジュアルめちゃくちゃいいなと思うんだけど、すっごいさ、ちょっとこれ小声なんだけどさ、すっごい小さい声で言うんだけど、うん、ちょっと以上あれだよね。<laughs> <laughs> え、あれさ、どのやつけどのコンセプト系？<laughs> え、えー、っと個人的にはちょっとピンクもだし、ピンクのやつもだし、<え>ちょっとロックテイストもちょっとだけなんか。 あれかなっていや <laughs> わっかいや小声だけどマジでわかるあのロックテイストのやつさだってヒカルちゃんチュンリーなんだもん <laughs> 姫カットのやつねそうなんかもうちょっとあったやろって思ったよねうんいや可愛いんだけどねいや可愛いし可愛いんだけど <laughs> そう何かそこがちょっと惜しいかなみたいなねでもさ実際にこう歌って踊ってんのさちゃんと見たらまあかいいかもしれんよ服も。 あんまりほらなんとなくのインパクトでファミ取るからそうだねなんか確かにダンスとセットとかになったらまた変わってくるかもしれんねうんそうかな <laughs> か <laughs> 疑問だった疑問だったいやなんかみんなめちゃくちゃ可愛いから元がなんかサイリストさんもさ冒険したくなる気持ちもわかるんだけど。 <laughs> うんなんか素材そのままでもいいんだよって <laughs> <laughs> そうだねでもまあでももしかしたらやっぱりさ曲がインパクトあるからそれに負けないぐらいさなんかちょっと強い感じのインパクトは、まあ、必要って思うよねロックテイストでとかさ <laughs> まあでもその一つの曲でこの白黒の衣装とピンクの衣装とロックテイストとって3パターン出してくれたのはすごい嬉しいよねいろいろ楽しめるからそう,、ね、そうだねそうだねうだかから歌番組もしかもし どどんどん出るにつれこれとまた違う感じの衣装とかももしかしたらあるかもしれんから。っ、えー、てかまあ本当はさママとかでもねもしかしたらさらに違う衣装で踊ったかもしれんからね。そう本当はね見たかったけどまあまあまあしょうがないしょうがない,うがないもうなんならさ1月3日にデビューだからもうちょっと後倒しになったからさ2年半の期間が。確かにちょっとだけね半月ぐらい。 <laughs> そうそうそう,そう,もうおたくはその半月ですらさもうやきもきするあと半月ってなるやつだから <laughs> そうだね確かに確かによかったよかったそうだねまあちょっと長く楽しめるってことだよねケプラとねであとは年始で年始で MV 公開とほらカムバショーとかだから結構みんなが休みの時にさ見れるからね見る人単純に多いんじゃないかなってみんなで楽しめる感じだよねああそうだね でまあ、ティーザー1だけでね。結構盛り上がってしまったけど、まだ mv 公開されてないから、カンバ賞とともにすごい楽しみだよね。うん。いや、もう一気に期待高まったねさらにまあだからさ。ケプラーのデビューが楽しみだよね。そうだね。ホッホッ